チャンネルで見てください。一面の銀世界。ここはですね、北海道、北大園ですね、この演習場が雪で覆われました。なぜ私がこの雪の中にいるかと言いますと、令和3年度北部方面隊戦車射撃競技会、この取材に来たわけなんですけれどもですね、90式戦車の部と10式戦車の部がありまして、90式戦車の部はまあ無事終了しまして、本日、今日は12月13日、14日、この2日間は10式戦車の部となっております。しかし今日はですね、実はちょっといつも一緒に行ってる大島監督が、来れなくてですね、今日は、本間さんという私のまた友人に撮ってもらっております。はい、というわけで、令和3年度、北部方面隊の戦車射撃競技会終了しました。今ね、ちょうど終わって第二戦車連隊のね、一丸式戦車がガンガン戻ってきているとこでございますが、これでですね、最終日今日、終了しました。いやいやいや、まあまあ天気もですね、晴れ、曇り、雪、ちょっと雨と、なんかまあいろんな天気も軽減しまして、なかなか思い出深い会になりました。取れ高はですね、やっぱここいいんですよ。結局もう僕も毎年来てる理由はやっぱりね、射撃迫力あるのが取れるっていうのと、まあ、割とねそのパターン化してるとこもあるので、まあ、取りやすいんですね。一回コツさえ掴んじゃえばっていうとこもあるので、でほらやっぱり今ねコロナの影響で総会なんかもね自由に取材できなかったりしてますからね、こういうとこで実際射撃をドーンと見たいなというふうに思っております。はい、というわけで、チャンネル、今回ねいろいろ戦車射撃競技会の様子を見ていただきましたがですね、これはでもほんのちょびっと、もう触りの触りでございます。ぜひですね、本編はですねガリレオ CH、詳しくは概要欄に書いておりますのでですね、ぜひそちらの方で、見てください。というわけで、キクチャンネルこれで終了します。登録もよろしくお願いします。それではまた。